モッサンハイボールクラブへようこそ。今回はこちら、みんな大好き白州飲み比べ。というわけで今回お送りするのは皆さん大好き白州ですね。サントリーが生んだ傑作シングルモルトと言ってもいいのではないでしょうか。今回はですね、白州12年と白州ノンエイジ品、実際にですねどれぐらい味が違うのかを確かめるわけなんですけれども、その前に少しだけこちらのボトルについて説明させていただきます。まずですね、こちら白州12年なんですけれども、1994年に発売し、現在の定価が9350円。これは2022年4月に一応値上げが予定されているんですけれども、現在2021年末時点ではこういう形になっています。内容量は 700ml でアルコール度数は43度となっています。続いてこちら、皆さんご存知シングルモルトウイスキー白州ノンエイジタイプですね。こちらはですね、それまで発売されていた白州10年という商品があったのですけれども、そちらと入れ替わる形で2012年に登場したボトルになります。定価はですね、税込みで4620円。こちらもですね、2022年4月より値上げが予定されております。アルコール度数は43度で、内容量は 700ml となっております。ただこちらですね、一定期間休売期間を経て復活した白州12年なんですけれども、実際にですね、現在のエントリーモデルと言われているこちらの白州ノンエイジ品となかなか飲み比べる機会がないかと思います。では実際にですね、こちら皆さんおなじみの白州のノンエイジタイプとですね、ではこの12年モデル、実際にどれぐらい味が違うのか皆さんも興味があるのではないでしょうか。この現行型2本を使ってですね、どれぐらい味が違うのかをストレート、トワイスアップ、ロック、ハイボールと順に追ってテイスティングしていきたいと思います。では早速ストレートでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちら白州ノンエイジからテイスティングしていきます。ああ、軽妙な爽やかな感じ。でもね、ちょっとなんかね、ゴムっぽい感じの匂いもあるね。でもアルコール辛さとかそこまで感じんな。全体的には爽やかさとゴムっぽい感じが結構メインかなっていう印象。うん、木工とボディ感がしっかりしてて、やっぱりちょっとアルコール辛さっていうのがちょっと見え隠れしてる感じ。でも余韻もわりかし長いので、やっぱり白州は飲みやすい印象を受けるね。で、非常にノンエイジタイプでもわりかしストレートでも問題なくって感じの印象。では続いてこちら白州12年をストレートでテイスティングしていきます。あ、香りたちがちょっと違うね。ノンエイジタイプにあったそういうちょっとゴム臭い感じがなくて、むしろもっと甘い感じがちょっと強めに出てるね。じゃあ、あ、でも熟成感っていうかタイプ系統はね、かなり似てる。もっとピーティーかなと思ったけど、そんなこともなくて、逆に言うとキレがいい感じ。わりかし余韻にフルーツ香というか甘みが割と舌の上にまだ残ってるので、余韻とかはかなり長いね。さすがその辺は12年って感じなんかなっていう印象。ただ白州っていうブランド自体の共通項はすごく多いので、これこのまま今度加水してトワイスアップにしていきたいと思います。ではトワイスアップでテイスティングしていきます。まずはこちらノンエイジタイプの白州から。ああ。たちはね、そんでもちょっといやらしい感じは消えたかな。ちょっと香りたちが弱くなった、うん、割とねしっかり意識しないとちょっと香りたちがだいぶ弱い。うん、甘くて爽やか、フルーツ系の甘さ、そのみかんとかパイナップルとかそっち系の甘さ、割とねみずみずしい感じの甘みが結構口の中に広がる。で、余韻はね結構スパッと切れる感じなんで、かなりやっぱ爽やかなのは白州の特徴なんやろうねっていう。では続いてこちら白州12年をトワイスアップでテイスティング。あ、
こっちはね香り立ちが負けてない、すごいしっかりと香り立つ、うん、で割と甘みが結構前に出てくる感じ、あ、うん、フルーティーな香り立ちが非常に特徴的、あ、ストレートの時にそこまで感じなかったちょっとスモーキーっぽさっていうのがちょろっと顔出してくるね。なので加水することによって12年ちょっとグッと良くなった印象、うん、あのね加水したことでここで急にグッと差が出てきた。淡白なノンエッジタイプに対してわりかしボディ感の強い12年って感じになった。で12年で特徴的やなって感じたのがストレートでなかったそのスモーキーっぽさが加水したことで結構顔をちらほら出し始めたので、このまま今度はロックでテイスティングしていきたいと思います。それでは早速ロックでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちら白州ノンエイジタイプからロックでテイスティング。香り立ちがやっぱり弱いね。なんか真剣に嗅がないとちょっと厳しい感じ。ああ甘い。ロックにすると良くなる。あのみんなが大好きな白州らしさってこれなんやろうなっていう爽やかな甘み。あのストレートの時に感じたゴム臭みたいなのも消えてるし、やっぱり冷やすことでグッと良くなるのがこの白州っていう感じなのかなと思う。一気にもうこのロックはねすごく飲みやすいので非常におすすめです。ではこちら白州12年こちらをロックでテイスティング。やっぱ香り立ちにすごい差があるね。こっちはそこまで集中しなくてもしっかりふんわり香ってくる。やっぱりその甘い感じの香りがねしっかりと鼻をくすぐる感じはある。なんかね昔の白州ってもっとピート感強かったよなっていう印象なんやけど、この現行タイプ2種の見比べてって思うのが思ったほど自分の記憶と違うなって印象が受けるので、古いタイプのボトルとまた飲み比べてみたいなっていうのは感じるよね。あのね白州ノンエイジの爽やかさに対して濃い味やわ。でなおかつそこまでむちゃくちゃってわけじゃないけど、しっかりとスモーキーさと甘さが両立してあるって感じ。冷やしてグッとそのスモーキーさがやっぱ顔出してきたので、むちゃくちゃピーティーってわけじゃないけど、ボディ感スモーキーさ甘さがしっかりとねグッと一つになってる感じはある。うん、とりあえず共通して言えるのはロックぐらいから急にポテンシャルが爆上げ、それはねどっちのボトルにも言える。その辺がやっぱ白州の良さなんやろうね。では最後にこちらをハイボールにしてテイスティングしていきたいと思います。まずはこちら白州ノンエイジタイプからハイボールでテイスティング。あ、でもなんかみんなの大好きな爽やかな白州ハイボールになったね。うん、やっぱり爽やかな感じで後半に甘みが来てすっきり飲める。で余韻が長くないっていうのがやっぱりこの良くも悪くも白州の特徴やなって思う。さっぱりごくごくいけるタイプのハイボールでもね、しっかりアルコール辛さみたいなのもね根底にあるので、そこはやっぱり若干若さが見え隠れするかなっていう印象は受けます。では続いてこちら白州12年のハイボール。あ、ハイボールにするとね、わりかしスモーキーさがね、前に出てくる。香り立ちがね、その分ちょっと弱くなってるけど、飲むとはっきりとね、違いが出てくるね。もちろん爽やかなんやけど、ハイボールにした途端にスモーキーさがね、グッとね、主張を増してくるので、これちょっと同時に飲み比べてみます。流れる爽やかさとか飲みやすさは一緒なんやけど、こっちはねそれに乗っかってるのがアルコール辛さで、こっちはスモーキーさが乗っかってる印象なので、もちろんどっちも美味しいんやけど、そこに違いが明確に出てる。で
白州らしさっていう受け皿はもう本当に一緒で、そのノンエイジが好きな人が12年に背伸びしても全然飲めるし、逆に12年ちょっとお高いよなっていう人はむしろこっちでも全然いけるぐらいには、特に限定販売品ってことで手に入りにくいから余計に白州ノンエイジの方に皆さん行きがちっていうか当たり前なんやけど、でもそれでも全然ね白州ノンエイジで十分いけるぐらい。ここね正直山崎と山崎12年やったら山崎12年の美味しさがかなり明確に出るんやけども、白州と白州12年に関してはむちゃくちゃうわ全然違うわっていうほどの差は僕は正直感じないので、十分白州ノンエイジは白州12年の代用品にはなりうるかなと個人的には思います。特にハイボールに関してはそのあたりを強く感じるね。正直ちょっとストレートとかになると意識的には難しい部分があるかなと思うけど、ロックハイボールに関してはわりかしノンエイジ頑張ってるなっていう印象を受けます。なので12年が手に入らないからといって悲観せずに、このノンエイジタイプですよね、最近ではコンビニで年に何回か180ミリボトルも販売されてたりするので、白州というブランドを味わうんであれば僕は個人的にこちらのノンエイジ強く推したいなと思います。モッサンハイボールクラブでは引き続きいろいろなことに挑戦していきたいと思っております。今回のような飲み比べやウイスキーの歴史動画など、あるいはレシピ動画なども最近力を入れているので、皆さんいいね、チャンネル登録、コメントなども引き続きお待ちしております。モッサンハイボールクラブでした。ご視聴ありがとうございました。